ホセ・フェルナンデス。ホセ・マユバネックス・フェルナンデス・ロハス。ホーゼイ・メイヨバネックス・フェルナンデス・ロハス。1974年11月2日帯は、ドミニカ共和国ラベガ州コンセプシオンでラベガ出身の、元プロ野球選手、ヤッシュ。右投げ右打ち。エヴァンジェリスコ工業高校を卒業後、マドレイ・マエストラカトリック大学に入学。百九十三年にモントリオールエクスポズト。 契約。以降5年間は、マイナーリーグでプレーし、から、エクスポズ参加のトリプル A 級オタワリンクスで三塁手として、レギュラー出場した。1999年7月に怪我で離脱した、マイケル・バレットに代わって、メジャー初出場。同年は8試合に、メジャー出場し、メジャー初安打も記録、のメジャー出場はなかったが、2は、 アナハイムエンゼルス参加のトリプル A 級ソルトレークスティンガーズで打率338.30本類が114打点を記録2年ぶりのメジャー出場を果たし13試合に出場したが目立った成績は残せなかった SKY バーンズに入団し打率281.45本類が107打点を記録した韓国では現地の発音から ペルナンデスと呼ばれた。この年の本類打数は2015年ヤマイコナバーロに抜かれるまで1999年のダンローマイヤー、ハンファイーグルスと並ぶ韓国プロ野球の外国人シーズン本類打数対記録であった。オフに年俸契約で交渉が決立し SK を退団。SK 退団後はメジャー復帰を目指してピッツバーグパイレーツのスプリングトレーニングに参加した。 シーズン開幕直後の4月、千葉ロッテマリーンズに入団し、背番号は42に決まった。は4月中旬よりクリーンナップに定着し、シーズンを通して126試合に出場。打率303.32本塁が100打点アップス947を記録。来日1年目ながら日本の野球に適応し、3割30本100打点を クリアする好成績を残したが、ボビー・バレンタイン新監督からの評価は低く、守備が疑問。指名打者だけなら、構想には入れないとのこと、李性用の獲得もあり、オフの11月28日に自由契約となる。の、開幕前に、西武ライオンズに入団。背番号は、伊藤つとむの、何でも一番になってほしいという願いから一に、決定した。 前年を上回る132試合に出場し、打率、285.33本塁打、94打点、アップス、887を記録。プレーオフでは、全8試合で、満塁本塁打1本を含む4本塁打を放ち、チームの2年ぶりのリーグ優勝に貢献。中日ドラゴンズとの日本シリーズでは打率、310.1本塁打、6打点。 アップス858の成績を残し、チームは12年ぶりの日本一に返り咲いた。アップは復帰したカブレラが4番の座を守り、同じ三塁一種の中村剛成や石井義人の活躍もあり、指名打者での出場が多かった。来日以来最小の120試合の出場ながら、打率293.26本塁がアップス911を記録したが、 オフの12月2日に自由契約となった。2005年12月13日に東北楽天ゴールデンイーグルスと契約。背番号は、ロッテ時代と同じ、42に決まった。は、開幕からほぼ年間を通じて4番に座り、交流戦では35試合で打率。331.12本塁が、37打点、アップス1.089を記録し、 最終的には打率302.28本塁打88打点アップス911を残したパシフィックリーグ三塁手部門にてベストナインを受賞球団創設以来初の個人タイトルを獲得したオフに背番号を17に変更ドミニカアメリカでも付けたことがある番号だったので特別な思い入れがあったとのこと 4月1日の対オリックスバファローズ戦、フルキャストスタジアム宮城では、3回裏に1イニング2本の満塁本塁打が出たが、1本をフェルナンデスが打った、もう1本は山崎武史。しかし、前半戦で打率。250を下回り、夏場でも一向に調子が上がらず、自身も人生最大のスランプと漏らすほどの低空飛行が続いた。オールスター明け以降は11本塁打。 43、打点と復調し、8月は打率、279.6本類が21打点の成績で月間 MVP を獲得。8月以降は打率、350を残した。5年連続20本類がを記録したが、打率、270.22本類が79打点、アップス804と来日以来ワーストの成績に終わった。守備面では、 一塁種、三塁種として12失策ずつを記録。一塁種と三塁種の両部門で同時に失策数リーグサイトになるという不名誉なチ記録を作ってしまった。和七月に本塁打を1本も打てないなど、最終的には本塁打こそ18本にとどまったが、打率301.99打点アップス843の成績を残した。 しかしシーズン終了後、打撃はもちろん守備も定評のある中村の博の FA による楽天入団が決定、自身の失策数が多く、これがネックとなり、12月1日に自由契約となった。オフにオリックスバファローズや阪神タイガースが獲得に興味を示したが、年内は契約がまとまらなかった。1月15日にオリックスバファローズと契約、背番号は 3に決まった。開幕前に右足指を骨折するが、開幕からレギュラーを任される。他に故障者が続出した事情もあって、カブレラ・とローズが共に戦線離脱した間は4番を任されたこともあったが、一向に調子が上向かなかった。9月13日の対埼玉西武ライオンズ戦、西武ドームでは7回裏に後藤武俊の打球を顔面に受けて、左頬骨を骨折。 全治約三ヶ月の重傷で、戦線離脱した。百十七試合に出場して打率、二百六十一点一5本塁打、十七打点、アップス、740と不審に終わり、十一月十七日に、ライアン・ボーグルソンと共に対談した。は、メキシカンリーグのキンタナロータイガースでプレーしていたが、離脱している中村ゴ也に代わる、右の長距離砲を探していた西部が、 6月25日に獲得を発表した。西武へは5年ぶりの復帰となり、日本野球界で8年目を迎えた。背番号は52に決まった。途中入団のため、57試合の出場に止まったが、9月7日には通算1000本安打を達成するなど、打率。339.11本塁が45打点、アップス925の成績を収めたほか、 三振はわずか26個だった。6月6日に出場登録日数が8年に達し、国内 FA 権を取得。それに伴い翌年から日本人選手扱いとなる。シーズン前半は不振に陥ったが、最終的には142試合に出場し、打率259.17本類が81打点の成績を残した。ベストナイン。 指名打者部門にも選ばれたが、シーズン終了後の契約交渉が決裂し、12月2日付で自由契約となった。2011年12月11日に楽天と契約したことが発表された。楽天へは4年ぶりの復帰となった。背番号はオリックス時代と同じ3に決まった。の開幕戦は5番、1類種だったが2つの失策を犯してしまう。 ほぼフルシーズン1軍に帯同したものの打率243.3本塁が51打点アップス626と来日以来最低のシーズンとなった一方で得点圏打率はチームメイトの精査は量に次ぐリーグ2位の345を記録した11月21日に自由契約公示されたはメキシカンリーグに復帰し モンクローバースティーラーズでプレーしていたが、7月21日にオリックスが獲得を発表した。背番号は44に決まった。オリックスへは4年ぶりの復帰となる。8月9日の対西部戦で、オリックス復帰後初本塁打を記録したが、以降は打撃不振に陥り、結局この本塁打1本のみで打率が2割に満たずに、シーズンを終え、来日以来最低であった。 前年の成績をさらに下回った。10月25日に自由契約公示された。その後は現役を引退。ノオフから、正式契約ではないが、阪神タイガースの中南米担当スカウトに就任し、2017年オフに、ウィリン・ロサリオの獲得に尽力。2018年1月12日、埼玉西部ライオンズから1月1日付で、 編成部国際業務中米担当として契約したことが発表された。愛称はミドルネームから取ったマヨ。しかしファンからはホセと呼ばれることがある。楽天時代、ホームランの後にはテレビカメラの前でチームメイトと一緒にパフォーマンス、通称アギリータダンスアギリータとはスペイン語で犬足の意を披露していた。2007年からシュクンダを放った後に メッセージ性の強い、哲学的なコメントを発表するようになった。キリスト教の教訓や読書で得た知識を元にしており、周囲を元気づけようという意識から始めたのだという。その後、楽天球団のモバイル公式サイトに発表されたコメントを集めた専用のコーナーが設けられた。2007年7月13日、チームを激励するため、また自分を奮い立たせるために、 チームメイトに以下のメッセージが入った T シャツを送った。出身国であるドミニカ共和国の公用語はスペイン語であるがヒーローインタビューなどでは英語で話している。趣味は日本語研究で日本にいる期間が長いためか、簡単な日本語の会話なら通訳なしでも話せる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。